ここから先の道のりも長いわ。あなたは戦いの力を高めていく必要があるわね。何から教えてあげようかしら。あれこれ説明してもしょうがないわね。他のゲームと大体一緒よ。道が分かれてるみたい。ママは右が当たりだと思うわ。でも左も当たりかもしれないわね。つまりよく分からないわ。あら、この武器は。とりあえず修復を始めましょうか。次はどんなお話かしら。水と緑の豊かな国に美しい黒髪の姉妹がいました。2人は森で狩りをしながら助け合って暮らしていました。亡き両親に代わって姉娘は妹に狩りを教えていました。森に生まれ森で育った姉娘は類いまれな弓の使い手でした。強く美しい姉娘に憧れている妹は覚えたばかりの弓を試したくて仕方ありません。姉娘は自分を慕う妹の成長を温かく見守っていました。妹が向かった先から獣の雄たけびが轟きました。姉娘は妹を必死に探します。荒ぶった獣が今にも妹に襲いかかろうとしていました。姉娘の矢を急所に受けて逃げていきました。あんな巨大な獣を妹が一人で狩ることなどできるわけがありません。怯える妹を見て姉娘は自分の髪飾りを外し妹につけてあげました。その美しい銀色の髪飾りは母親の形見であり、妹がずっと欲しがっていたものです。妹の顔はたちまち晴れて、今度の武器はお姉さんのお話なのかしら。でもあのお姉さん、前にどこかで見たような。黒い壁は作戦を実行する。遠慮なく、容赦なく。私の外に敵の影響が。仕方ないわ。進みながら片付けていきましょう。気が変わる前に聞いてくれないかい？うんざりするね。大騒ぎするね。敵の目的は一体何なのか。ええ、ママにもわからないことが多いの。ごめんなさいね。見て、外に何かいる。ゲージは不思議でいっぱいね。あったわ、これがこの武器の記憶、2つ目のかかしね。狩りを終えた黒髪の姉妹は日が傾く前に家へ戻ることにしました。この日の獲物は、妹が小さなウサギを1羽、姉娘が大きなイノシシを1頭、狩人の姉妹にとっていつも通りの成果、いつもと変わらない日常でした。異変に気がついたのは、町を見下ろす丘へ出た時です。町には火の手が上がり、かすかに銃声が聞こえています。姉娘の頭をよぎったのは、隣国で起こっていた戦争のこと。姉娘は妹にここにいるように言い抜いて、町の様子を見に行くことにしました。火の海となった町は妙に静まり返っていました。煙が渦巻く中で、姉娘は見たこともない凄惨な光景に息を飲みました。どちらを向いてもあるのは死体、死体。うんざりするね。いいぞ。魚類、狩りを終えた黒髪の姉妹。火の海となった町はうんざりするね。兵士を倒した姉娘の耳に声が聞こえます。走り寄ってきたのは心配で追いかけてきた妹でした。周囲では敵軍の兵士が叫び声を上げています。姉娘が思った通り、隣国の戦争がついにこの国にも火の手を伸ばしていたのでした。獲物を狩るように敵軍の兵士が取り囲みます。 衝撃、暑さ、痛み、妹の叫び声、途切れゆく意識の狭間で兵士たちの、それは選別という言葉でした。今度の武器は剣に残された記憶が平穏な話であることの方が稀。なんだか悲しいわね。敵性勢力の侵入。 私が相手をしよう。作戦を続行する。 確認します。立ちはだかる者は斬る。射撃。終わった。作戦を続行する。邪魔するならあなたたちは。うんざりするね。気が変わる前に消えてくれないかい？この部屋、なんだか変わった雰囲気ね。見える？下の方。たくさんの道が出入りしてて、まるで迷路みたい。他の道はどこに通じてるのかしら。黒髪の姉娘が気づくと、そこはもやに包まれた世界。遠くから声が聞こえます。その声は聞き慣れた妹のものによ。そうだ、妹を助けないと。おぼろげだった記憶が徐々に焦燥感へと変わっていきます。妹をかばって受けた剣、戦場に一人残してきた妹の叫び、そして王国の兵士たちの言葉。たった一人の妹、たった一人の家族。どうかどうか。やがて姉娘は白い光に包まれていき、目覚めた時、黒髪の姉娘は見知らぬ。姉娘は違和そして自分の手足を眺め愕然としました。自分の片腕片足が機械になっており、黒く艶やかだった髪が真っ白になっていた。妹は、姉娘は妹を探すために薄暗い牢獄を駆け出します。いともたやすく扉を蹴破り、音を聞きつけて現れた兵士を一蹴りで倒してしまいました。そして自分の体に何が起きたのかようやく気づき、恐ろしい兵器となった姿を闇が包んでいきました。邪魔するならあなたたち。手助けが必要か。負けられないんだ。ありがとうございます。まだ息のあった兵士に妹のことを問い詰めると、それは他国への侵略を続ける捕らえた人間を殺戮用の機械兵とするための選別を行っているということ。そう言って兵士は生きた。姉娘は駆け出します。考えてはいけない、考えてはいけない、考えてはいけない、そうつぶやきながら最悪の未来を振り払うように。この武器の女の人の記憶、彼女が手足を失ったのは暗い過去のせいなのね。私が相手をしよう。高速。時間がないのに。妨害を実行。気が変わる前に消えてくれないかい？作戦を続行する。ありがとうございます。目に焼き付けます。さっきの怪物どこかに行っちゃったみたいね。ともかくこの刑事は次の記憶で最後よ。あと一息頑張りましょう。薄暗い牢獄を脱出した義士の娘が見たのは、炎と血で赤く染まった街。そこは見たことがない外国の地でした。妹を探さなくては。無我夢中で義士の娘は走り続けます。子供の叫び声のような音、それを聞いた義士の娘は駆け出しました。そこにいたのは、選別を経て面影を失った妹。気が変わる前に消えてくれないかい？放つ！変わり果てた妹が何かを思い出そうとするように震えていました。目の前で愛する妹を殺された義士の娘は我を失いました。王国兵が原型をとどめない肉塊となってもなお、義士の娘は自分を止められませんでした。姉娘は妹を大切に抱き上げ、血に濡れた顔を見つめました。お揃いだった自慢の美しい黒髪は二人とも白くなり果てました。しかし妹の髪には娘がつけてやった髪飾りがまだ光っていました。戻らない時間に一人取り残された義士の娘は妹のために誓います。王国の血が絶えるまで復讐の火を燃やし続けると。人が生きていくには、もう彼女にとっては復讐こそが生きる希望だったのね。希望、何かを恋願い取り戻さなくてはならないものはまだある。行きましょう。次ならかけらがあなたを待っているわ。